おはようございます。今回はこちら、はい、奈良県三郷町にあります奈良クラブの拠点奈良ディーヤからお届けします。 J3 でこの環境、いやこれすごいっすよ。今年1月にオープンしたばかりの。1月なんだ。そうなんですよ。すごいおしゃれだし可愛いですね。ですね。鹿がね、奈良ですからね、うん、やっぱり鹿と。でこれ小鹿かな。これはでも角ありますから。角あったら大人なの。多分どうでしょう。サッカー場が2面とフットサル場とクラブハウスとがこの敷地内に。すごいな全部揃ってるですね、うん、これあのクラブハウスも2階はユースの寮になってるそうですよ。あ、わー綺麗。懐かしい匂いやな、なんか。え、本当ですか。高校の時思い出すわご飯作ってる。お、カンプノ知ってます。カンプノ、スペインのバルセロナのスタジアム、はい、の名前ですか。の名前がカンプノなんですよ。へ、あ、だからサッカーにちなんで名前つけてる。なるほど、面白いね。お邪魔します。こんにちは。じゃあ、どうね、ちょっとお腹減ったね今日のメニューは地元の食材を使ってるみたいですよ。それもまたいいですね。ですね。野菜とか新鮮なものを食べられる、ね、美味しそうだし ね。水羊羹とかもついてくるんですか。甘いものがいいんじゃないですか。お水羊羹、美味しそう、はい、練習の後の体に。ちょっとごめん、いただきます。いただきます。え、これ手作りですか。手作りです。はい、美味しいよね。美味しい。でぜひオレンジと一緒にクエン酸と一緒に摂ると効率よくエネルギーに変わるので、ぜひ食べてください。一番近くで選手の頑張り見てていかがですか。毎日本当に一生懸命頑張ってる姿が、奈良クラブの選手めっちゃ真面目やなと思って。あ、そうなんですか。はい、本当みんなで一生懸命頑張れたらなと思います。今回のキックオフ関西は好調ヴィッセル神戸を支える大迫選手のプレーに迫る。そして和歌山県海南市出身の元日本代表駒野雄一さんが明かすワールドカップ PK 秘話。私たちの後ろでは、はい、奈良クラブの選手が練習してます ね。 そうですね。今リーグで4連勝中の首位ですから ね。これやっぱりね、こう首位に立って練習するって、はい、楽しい練習ができるんですよ。うん、なんかストレスないような感じ。なるほど。ああ、いいなって思いますね。やっぱり負けた次の練習とかになると気持ちが変わってくるんですか。うん、あ、もう気持ちが乗らないっていうか、うわやりたくないなとか、家出る時も行きたくないなとか。ああ、そうなんですか。負けてる時とかヘディングしたくないですから今回は J3 リーグがお休みでしたので、はい、今回のゲームハイライトタイムサバイバルは J1 リーグ4クラブのお送りします。ゲームハイライトタイムサバイバルとは試合のハイライトをお届けするコーナーなんですが、なんと直近の試合結果でハイライト時間と PR タイムを奪い合う画期的なコーナーなんです。 J1 の持ち時間はトータル5分。関西を拠点とする J14 クラブの選手によるプレー解説を加えお送りする熾烈な時間の争奪戦です。ゲームハイライトタイムサバイバル、まずは京都サンガ FC で持ち時間は30秒です。解説は大卒ルーキー福田慎之介選手。本当勉強が苦手だったんで、学校に行ったりとかっていうのがしなくていいな。サンガは金髪がトレードマークの豊川選手からチャンスが生まれます。まあ、本当に正直打った瞬間からこれ入ったなって本当思いましたし、そこでなんていうんですかね、もう一回ギアを上げれるというかチームになっていきたいなというふうに思います。ルーキー福田選手が初めての告知に挑みます。明日のセレッソ大阪戦関西ダービー、ぜひ見に来てください。完璧やけど何してるか分からなかったです。3位はガンバ大阪で持ち時間は1分。解説は今年日本代表に初選出された右サイドバック半田陸選手。アウェーでの名古屋グランパス戦、
先制点が欲しい白のユニフォームガンバは半田選手が持ち上がりシュート。しかし惜しくも枠の外。パスの選択肢もありましたし、シュートの選択肢もあった中で縦を切られたので、そこでシュートを打とうと思いました。で、毎試合やっぱり自分が点を取りたいっていう意識はすごく強いです。すると後半22分、混戦の中から失点。その後も果敢な攻めを見せますが、1点が遠いガンバ、次節に期待です。ということで告知タイムは10秒。ガンバ大阪公式 YouTube チャンネルが登録者数5万人を突破しました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。はい、うまくいきました。ありがとうございました。京都もガンバも負けが続いてますけれど、まあそうですね、こういう時ってこう何か戦略を変えたりっていうのはやっぱりあるんですかね。変えた時はやっぱちょっと良くなるんですよね、うん、けど最初はいいんですけど後でやっぱ落ちていくっていう、あ、なるほど、僕の経験上ね、はい、があるので、このまま続けていけばどっかで絶対噛み合う時が来るので、うんうんうん、それが自信につながるので、今じゃなくて先を見たらあの時別に焦る必要なかったねっていうふうに選手たちは思うんですよ。なるほど、はい、選手もどん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 育っていくんで、うんうんうん、悪くなっていくことはあまりないと思います。あ、そうなんですか、はい、ゲームハイライトタイムサバイバル、セレッソ大阪は1分30秒。またまた最近賞ですね。すごいな、ありがとうございますエヴァンジェリス ト何ですかそれ。かっこいい。 PR をするとゲームハイライトタイムサバイバル、セレッソ大阪は1分30秒。5月7日ホームで10連敗中と超苦手な鹿島アントラーズを迎えました。その強さを痛感してきた原川選手が解説。悪天候のためヘディングの競り合いが多くなる展開に。ピッチのポジション良くなかったもうやることがお互いはっきりしてたんで、ロングボールが増えて空中戦強い選手が多いですかね。シンプルにやることは徹底されてますし、より鹿島の強さが出やすい試合展開だったかなと思いますけど。原川選手も球際では激しくいきます。両チームとも持ち味のサッカーを捨て勝負に徹すると、原川選手にチャンスが訪れます。しかしゴールならず。チームとしてそういう勝ち方をずっとしてきてくれるんだと思うんで、どういう展開になってもこう落ち着いてるというか、一人一人のクオリティが高いっていうのが前提であるんじゃないですかね、強さ。後半逆に決定機を決められ勝負強さで差が出た試合でした。あ、ヒューイほどテンションが。 PR タイムは15秒、きっちり決めてもらいましょう。セレッソ大阪公式ツイッターではゴールが決まると選手の個性あふれたゴールデザインを投稿しています。また同じデザインのフェイスタオルをオンラインストアで販売中です。お気に入りの選手のタオルをゲットしてください。タイムサバイバル1位はヴィッセル神戸、2分獲得。今週の振り返りはこの2人。またタイムサバイバル解禁賞といえばこの選手、ゴールキーパー前川大也選手。すごいな。そしてヴィッセルのサイドアタッカー、ゆるきこうや選手。この2人の共通点は B 型。いや、そうだっけ。そうやね、B 型連盟。 B 型の2人が気ままにお届けするのはホームで行われた横浜 FC 戦。後半7分大迫選手からゆるき選手、切り返してゆるき選手がそのままシュート。こぼれ球に反応したのはまたまた大迫選手。最初のシュート強烈でしたねこれゆるき選手です。いや本当に本当に、ただのシュートでちゃんと無回転でキーパーが弾きづらいようなシュート。いや後ろからもう見てこれ4人5人追い越してきてるんですよ。こぼれ球に反応できるようにしてますもんねこれ。うまい。これやっぱゴールの意識がね、みんな。さらにその2分後、大迫選手から相手の裏を狙ったパス、相手のミスタッチを見逃さないゆるき選手から最後は佐々木選手。サイドにさ、流して絶対
いつも俺とかよっちくんとか大志も流れてるの決め打ちじゃないけど、うん、なもうここに走ってくれるみたいな、ウイング出てるって佐藤くんも分かってるし、うん、ウイングも絶対走るみたいな、ゆるき選手もびっくりして滑ってますねいやでもね立つの早くないですか、ちょっと見てて、ね、合気道してるぐらいめっちゃ流れるように立ち上がってるよゆるき選手が2点に絡む活躍でヴィッセルが勝利。ハイライトはここまで。収録後にこんなこぼれ話が。いや俺ちょっと解説上手くなりたい。あ、牧野くんとか上手いよね。いやすごい、解説でしょあれ。解説いろんななんか話で出てくるじゃん、うん、ということでヴィッセル神戸エヴァンジェリストに就任した牧野智章です、昨シーズンをもって引退しましたけども、このような素晴らしいお話をいただき本当に感謝しております。ゆるき選手もトーク力に憧れる牧野智章さんが広くヴィッセルの魅力を伝えるエヴァンジェリストに就任しました。この素晴らしいヴィッセル神戸を存分に、外にアピールしていければいいかなというふうに思ってます。いろいろな活動そして PR にもしっかりと僕も声を大にして、ヴィッセル神戸の素晴らしさ強さを伝えていければいいかなというふうに思ってますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。おお、急に豪華、ね、何エヴァンジェリスト何ですかそれ。かっこいい。 PR をすると無理やりつけたな名前さあ、あのプレーは気になるゴールありましたか、はい、あ、大迫選手のシュート、ちょっと簡単そうで難しいというか、はい、なるほど、胸トラップして下に叩きつけてる、はい、あれって結構意識をしなければそのまま上に吹かしてしまうんですよ。あ、上に行っちゃうんですか、はい、けど行かないようにもう意識してるから下に最初から叩きつける。あ、そうするとキーパーとディフェンスが、はい、あそこ重なってるんですよ、はい、だからキーパーはボールが見えないんですよね。なるほど、はい、だからあそこに流し込んでるだけ、技術だけじゃなくてそういう周りを見る目とか視野の広さも大事ですよ。必要ですよね、はい、やっぱり絶対一人だけじゃ点取れないんで、うん、周りの選手が動いたそこの空いたスペースを見つけるっていうのもその人の技術。知れば知るほどサッカーっていろんな能力が必要ですね。いやマジでめちゃくちゃ深いと思いますそうですよね、もう本当に頭も回転、体は全員動きますから、うん、確かにやっぱプロなんで、はい、でも頭がなかなか動かないんで、うん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 、頭をやっぱ動かす選手は上まで行けますね。おお、うん、さあそして現在の順位はこのようになっています。ヴィッセルが強いな。強いですね。強いですね。もう去年と違って自信をつけていけばね、やっぱスタートダッシュっていうのは大事なんでしょうね、はい、うん、そしてですね、うん、今日の1時に奈良クラブと FC 大阪が対戦する生駒山ダービーが、はい、生駒山ダービー、はい、ダービーですから、はい、生駒山を挟んで1時なのでまだ間に合いますよ、はい、確かに、はい、皆さん行ってくださいぜひ絶対盛り上がりますからですね、はい、関西サッカー界のレジェンドがその原点をたどるバックトゥーザ関西。おはようございます、駒野雄一です。元日本代表のサイドバック駒野雄一さん、高校卒業後サンフレッチェ広島でプロデビュー。強靭な体力と正確なクロスを武器にワールドカップ2大会に連続出場しました。引退後はサンフレッチェ広島のスクールコーチを務めているんです。故郷は海と山に囲まれた和歌山県海南市。ここからどうやってプロ選手になったのか、4つのキーワードから紐解きます。前回紹介したのは強い足腰を作った小学校の坂と、サッカー部に入るきっかけになった恩師。3つ目のキーワードはイエーイ入った。幼馴染と編み出したという必殺技キックオフシュート。そしてやってきたのは小学校を卒業後に進学した海南市立第三中学校。あ、やってますねサッカー。やっぱ懐かしいっす、ジャージも。こんにちは。こんにちは。入らせてもらいます。お願いします。現在海南市の中学校でサッカー部があるのはこの第三中学校だけ。逆にクラブチームが増え、今では3つのチームが競い合っています。あ、褒めてくれた。
シュート練習では得意のクロスを披露。おお、ナイス。おお、ナイス。いいボールあげんね、まだ。楽しそうな生徒につられ、駒野さんに憧れていた先生まで。おお、先生が。基礎っていうのがあるけど、さっきみたいにパス&コントロールってすごく地味だけど、サッカーにとってはすごく重要なことで、そこがなければ次の段階には進めないので。ありがとうございました。頑張ってください。これはフリースローの位置から。駒野さんがグラウンドの隅で懐かしいものを見つけました。それはバスケットボール。地味な技術も楽しみながら磨きました。そうなんですか。遊びだね。すごい。すると、どこかで聞こえた声が。お久しぶりです。ちゃんと入れろよ。この方、中学生の時の体育の先生で、当時駅伝部の顧問をしていたという宮下先生。会うのはなんと25年ぶり。サッカー関係の方ではなさそうですが、同級生と喋ってたら宮下先生が来て、駒野、駅伝部入れ。強引に誘われました。そうなんです、最後のキーワードは駅伝。入ったの。駒野さん、なんと中学時代サッカー部と掛け持ちで駅伝部にも入部していたんです。走ってて絶対無駄じゃないだろうと思って誘った。学校が始まる前に朝練でグラウンドを走るんですけど、毎日、まあ休みませんでしたね。必ずいました。そうですね、はい、いましたね。必ずグラウンドにいました。基礎体力つけるためには、僕もこの駅伝っていうのは必要かなと思って、サッカーのためです。走り回れる体力をつけるために入った駅伝部。サッカーに必要なものは何でもやりました。強い向上心は学校生活でも。おとなしい性格の駒野さんでしたが、生徒会に立候補したんです。その理由が、マジ、僕喋るの下手やから、いつかオリンピックに出るのでって言ったんですよ。その時にインタビューされた時に、話ができるように生徒会に入りたいって言ったんですよ。全部サッカーって何言ってんねんと。オリンピックってかと思ってたら、本当にその夢を叶えていったんでね。そんな楽しい中学校生活の終わり、駒野さんと先生にとって忘れられない出来事がありました。あれちょうど3年な。はい、3年です。3年だったね。ちょうど練習、朝練習してる時に救急車になったんですよ。職員室から駒野すぐ家帰れって、へっと思って、でお父さんが亡くなったということで。駒野さんが中学3年生の時、お父さんが病に倒れ亡くなったのです。そして父親の死をきっかけに、自分のため、家族のため、あることを決断します。学費とかお金が随分かかるので、親の負担を減らしたい。職員室から駒野すぐ家帰れって、でお父さんが亡くなったということで。中学3年生の時、お父さんを亡くした駒野さん、自分のため、家族のため、ある決断をしたのです。まあ3兄弟いましたし、親の負担を減らしたい。お父さんの亡くなった時期とも被ったので、まあ、そういうのも含めて、はい、負担を減らしたいなと思ったので。それはかねてから誘いのあったチームに入るため、広島の中学校へ転校することでした。学費とかお金が随分かかるので、自分の活躍次第でアンダー世代の日本代表とかに入れば免除になっていくので。家族への負担を考え、卒業を2ヶ月後に控えたこの時、慣れ親しんだ中学校を離れることに決めたのです。じゃあこの子行くんやと思ってね、それはいつかは行くんだろうけども、だからそんな思ったらよう頑張ったんだなと思ってね、あれから25年、
連絡先を交換できず会うことができませんでした。まあ、これからも連絡先もね知れたので随時連絡してお話できればいいなと思います。真面目でも幸せそうやなと思って顔見てたら。いや、宮下先生に会ったからです、久しぶりに。その後プロになりサンフレッチェ広島で活躍、日本代表にまで上り詰めた駒野さんに28歳で大きな挫折が待っていました。2010年ワールドカップ南アフリカ大会、初めてのベスト8がかかった決勝トーナメントで PK を失敗、駒野さんを戦犯扱いする声もあったのです。そんな時支えとなったのは地元海南市の仲間。泣きましたね、僕も全然泣かないんで、昔から初めてぐらいちゃいますからね。そのハズシさん初めてやってるさ、ね、ハズシさんも初めてやし、ナイタンも初めてみたいな。清田さんようにまた次があるから頑張るようにというふうに僕は伝えてくれと言われました。で、そのこと伝えてなかったけども、まあ、次は次でもないけど頑張ってくれたんでね、よかったなと思います、うん、地元に帰ってくればね、本当に皆さん本当に温かく出迎えてくれたので、多分初めてのメールもふざけて多分送ってきてくれたと思いますし、まあ、そういうのでもやっぱり勇気をもらえるし元気をもらうので心で分かってね、うん、暗くなりましたね。駒野さんにとって原点とは、同級生だったり関わってくれた先生方々のつながりでこの今の自分があると思います。感動的でしたね。感動でしたね、まさかの、はい、いや、駒ちゃん PK 本当に外したことなかったです。うん、まあ、駒ちゃんだから仕方ないっていう感じはありました。なるほど。ロッカーの中でもコマちゃんずっと泣いてて、まあコマちゃんのせいじゃないからみたいな、お前のせいじゃないから大丈夫だよみたいな、あれはまあ仕方ないですよ、 PK 行ったこの僕たちが悪いっていう感じだったんで、うん、蹴る勇気っていうのはね、なかなかの場面でないので、はい、そうですね、それだけですごいですよ。コマちゃんは挫折って言ってたけど、はい、挫折でも何でもないと思いますよ。だからあそこまで長くやれたんじゃないかなっていうのも思いますしね。そうですね、うん、チームメイトがミスをした時にどう声をかけたらいいのか、うん、そうですね、なかなか難しいよなと思うんですけれど、あ、これ言ったら落ち込むなっていう時は、うん、なんだろう、逆にいいとこを褒めてやるとかね。あ、なるほど、まあ、いい声をかけるべきなのかなっていうふうには思いますね。そうですね、うん、はい、今回6クラブの練習場を全て、あ、そうか、もう、はい、回った、回りましたが、全てのチームの良さもありましたし、はい、現役中はこういう回ることがないので、なんか楽しかったですね。ですね、はい、そして次回から2週目になりますので、うん、2週目はこれどうなるの。2週目は交渉中、交渉中、交渉中交渉するの。そうなんです、なのでどこからお送りするのか分からない、はい、足だけじゃこうなるから体ごといく、体ごと、あ、でもどうも、足首がこうなっちゃった、あ、まっすぐです、ね、やっぱずっと伸ばしてなきゃ、はい、そう、はい、そう、そう、痛い難しいよ、棒に当たるの難しいです。おー、いいね、うまいよ。